はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は五行風水の中で金の説明をしたいと思います。金と言いますのは、こう几帳面に行いたいとき、しっかりとした、事務作業をしたいとき、性格がちょっと細かくなりたいとき、あるいはですね、ヴィーナスですね、美的なものを扱うときに適しているものです。そこにまとめておきました。丸い形の家具や金属の使われているもの、ゴールドシルバーのアクセサリーや台所用品、丸いもの、立体的なもの、丸い時計、ドアベル、風鈴、キラキラ光るもの、金属製のオブジェ、目覚まし時計、車の絵や写真、ステンレス製のペン皿やアクセサリーの置物、白、金、銀などを利用すると金のエネルギーが高まりますので良いと思います。はい、では五行風水、次回は今度金の続きで、水の説明をしたいと思います。